はい。リサイサー的カキストロンを始めていきます。あの、授業をやったんですけども、あの、録画がうまくいかなかったというか、あの、自分が途中で切れてしまったので、あの、これは、あの、再現の授業になります。はい。なのでですね、あの、教室で言ったことを一語一句、あの、同じように繰り返すってことは、まあ、できないんですけども、なるべく、そのような気持ちでやっていこうとは思います。それでですね、えっと、第8回までは、 最大流問題の話をしていたんですけども、第9回からはですね、残りはこの最小非用流問題の話をしていくということになります。最小非用流問題の話をしていくということになります。それでそれで,ですね、えっ、ー、と、最大流問題の中でやったことをですね、いろいろと使ったりとかですね、そこの直感を、あの、使って議論するってこともあったりするので、まあその最大流問題のことはまあ全部忘れるわけではないんですけども、 えっと、まあ、全く別の話が始まると思ってもらっても良いという側面もあります。で、またですね、第1回目の時に最小費割り問題を定義したんですけども、ちょっと、あの、今回からですね、えっと、また最小費割り問題のその、復習はするんですけども、ちょっと、あの、違う定義で進めていこうっていうふうに、ちょっと気持ちを思い直したので、それもやっていこうと思います。はい。で、それで、後半ですね、後半最小費割り問題の話をしていきますと、いうことになります。6回やりますと、いうことです。 はい。で、今日はまあ、その一番基礎となる部分をやっていくということになります。はい。で、まずその最小比を利問題なんでだったかってことの復習なんですけども、まあ、あの、第1回にやったときとは違う定義をすることになります。まあ、本質は実は変わらないんですけども、えっ、ー、と、見た目は違う定義になります。で、どういうふうにやるかっていうと、えっ、ー、とですね、この、B、流っていうのをまずこう定義します。なんなのかっていうと、えっ、ー、と、まあ、最大流問題のときと同じように有効グラフと高容量関数流っていうのが、 あるんですね。その各個に対して容量を割り当てるということです。で、容量っていうのは必ず皮膚。0以上の実数になるということになります。で、その他にですね、この B という、なんか別の関数があります。で、これはですね、頂点に対して何か実数を割り当てるという関数です。で、この B は、まあ、この負の値を取ってもよいというふうにします。で、この B を使って B 流というものを定義します。Bflow ですね。で、それ何なのかというと、これは、まあ次の関数 F ですと。で、F っていうのは、えっと、こ になんか皮膚実質を割り当てるものになります。で、まあ、それはですね、あの、最大流問題の時にやったよ ST 流、ST 流ですね。ううね ST 流と、まあ、同じなんですけども、えっと、まあ、ここでは S と T ないということになります。で、B 流というのを定義するんですけど、どういうふうに定義するかというと、まず一番目の条件、これは、えっと、容量制約と。 全く同じです。各個 A に対して、まあその A のよう流れている流量ですね。FA っていうのが0以上であり、容量 10A 以下であるということです。で、2番目。で、こちら側は流量保存制約に対応する制約なんですけども、ここはちょっと見た目が違うと。で、どういうものかっていうと、任、まあの頂点 V 考えます。その V に対して、ここの量ですね。この左辺の量が今導入した BV というものに等しいですよというふうに言ったと。 で、この左辺は何だったかというと、何なのかというと、これ2つの項からなっています。2つの部分からなっています。で、はじめの部分、ここにそのデルタプラス V っていうのがあるんですけどこデルタプラス V 何だったかっていうと、これ、えー、と復習すると、V から出ている項の集合ですと。これは、えっと、V から出ているこの集合。の集合。全体の集合ですと。 で、右の方にあるこの、えっ、ー、と、デルタマイナスは、こっちは、えっ、ー、と、V に入るですね。V に入る個の集合だということです。で、これを思い出して、で、それでですね、この初めの方は、例えば何かっていうと、V からですね、V という頂点から出ている小流量です。で、このマイナスしてるのは、この V に入ってくる総流量になります。だから、この、全体としてですね、この左辺っていうのは、えっ、ー、と、V という頂点から出ている、その、まあ、小微の量になるわけです。 ですかね。小未どんだけ出ていってるかっていうことが書かれていると。で、それが BV に等しいですよ。だからその出ていってる量が BV に等しいですよってことを言ってると。で、これは言い方変えると何なのかっていうと、BV だけ、もうそのか外からその頂点 V になんか入ってきてると思いましょうと。で、そうすると BV とこのマイナスついてるこの項ですね。この項がその V という頂点に入ってきてる量になりますと。で、それが出ていってるように等しいですよというようなまあ解釈になると思ってください。 ただし、その解釈が言えるのは、この BV が正の場合です。で、BV が負の場合は、それはなんかこの V から、その BV だけ、BV の絶対自分だけ出ていってるというふうに見なしてほしいということになります。で、そのイメージを書いたの、イメージがそれを、あの、イメージで書いてるのがこの下の図です。で、書いたものをちょっと消しまして。消したいんですね、これはね。で、消してる、消えますかということなんですけども、消しました。で、えっ、ー、と、どういうことかっていうと、例えば、今この V2 っていう頂点がありますと。 で、この、右側らこの中に入ってきてますよってとこ,れこれはその BV2 が2ですよってことも表してると思ってください。あその外から2だけ入ってきてると。V2。で、えっと、そうすると V2 はどんだけ入ってるかっていうと、えっと、全部で、えっと、外から2入ってきていて、中はまあ0だけ入ってきてると。で、出ていってる量は2ですよと。だから、えっと、入ってきてる量と出ていってる量はすり合ってます。だから、この、えっと、V2 に対しては、この初めの項ですね。この部分が2になっていて、後ろの部分、これは0になっていると。 いうことです。で、BV が2。だから、この投資に立っているということになります。ちょっとこれちゃんと映ってるかな共有の具合が。大丈夫ですね。はい。で、それでですね、えっ、ー、と、なんなのかというと、えっ、ー、と、他の頂点を見ますと、例えば、えっ、ー、と、この V3 っていう頂点を見ると、えっ、ー、と、V3 には、えっ、ー、と、1だけ入っていきます。だから、えっ、ー、と、この、マイナスをですね。これが、えっ、ー、と、1になっています。 ですかね。で、えっと、出てってる量、これ0。だから、この初めの項、これ0になってます。で、BV なんなのかってと、これ外に1だけ出てるって、こういう図になってるんですけど、これはつまり BV3 ですね。BV3 マイナス1です、ということを言ってます。いですか。だから、えっと、そういう意味では、この B ですね。BV っていうのは正のと、であるような頂点は、その V という頂点に、外から何かその、えっと、流れがですね、供給されてるというふうに思いましょうと。だから、まあ、BV が0。 ゼロよりも大きいっていうのは、その V に供給されていると、いうふうに、まあ、思ってほしいということになります。で、一方で BV が負だったら、その BV に、あれだけど V という頂点に、その BV の絶対自分だけなんか流れを届けなくちゃいけないわけです。だから V はそんなに欲しているということになります。つまり V に需要があると。 V にはその BV の絶対自分だけ、なんか、渡してあげなくちゃいけない流れをですね。っていうような意味を、この B という関数が、まあ、表してると思ってください。ということになります。まあ、BV がゼロのところは、まあ、何もないと。ただ単にその流れ来たものを全部、あの、流すだけと。いうことになります。というのが B 流です。これは定義です。いいですかね。で、この B 流を使って最小比を入問題を定理していきたいと思います。で、 そのためにはこの費用っていうのを考える必要があります。今、設定としては、先ほどと同じようにの有効グラフと雇用量関数と B があるんですけども、それに加えて雇用関数があると。各個に対して費用が割り当てられているとします。で、B 流が今あるとします。F ですね。そうしたときにこの F という B 流の費用をどういうふうに定義するかというと、A という個の上を流れている流量 FA と A というこの費用 CA をかけて足したもの。 なります。だから、まあ、C という、この、こう費用関数っていうのは、その単位流量あたりの費用を表しているというふうに、まあ、持ってもらっておくって、で、これ CAFA という、まあ、内積ですね。えっ、ー、と、積を取って足しているというのが、この B 流 F の費用です。先ほどちゃんと言ってなかったんですけども、こういう図を書いてですね、ここに、この各子にですね、えっ、ー、と、こういう記号で、なんか書いてますけどこれはどういうことを表しているかというと、 これはですね、えっ、ー、と、はめの方が、えっ、ー、と、これが容量、容量とか感じて書け容量ですね。で、あとの方が費用を表すという形で今書いてます。で、まあ、このような記法はですね、えっ、ー、と、標準的かと言われるとそういうわけではないので、まあ、この授業ではこういう書き方を使っていくと、この、この上に2つ数値を並べて書いていたら、はじめの方が容量で次は費用であるというふうにまあ思ってくださいということになります。はい。で、それで、今、ここに赤いもので書いてるのが、 価四角で囲っているものが、えっと、なんだっけ、えっと、B 流であるというふうに思ってるんですけども、えっと、これ、その B 流の費用をどう計算しているかっていうと、0×1 足す 1×2 と、こんな形で順番に足しているという形になります。で、この場合は、まあ、多分12になるでしょうと。おそらく12ですと。これですね。2、3が6。 ここに出して226282ですね。はい。ということで、えっと、このように B 流の費用が計算できる。定義されるということになります。で、やりたいのは最小費用流問題っていうものを解きたいんですけど、それは基本的には費用が最小の B 流を求める問題ですということになります。それが最小費用流問題です、ね。ミニマムコストフロープローブと言います。入力としては有効グラフと今その需要供給を表す関数 B と。 ですね。で、えっと、こう、容量関数と、こう、費用関数も与えられていると。で、この時に、この、まあ、ネットワークは、今は、この3つのもので、まあ、定義されるとして、えっと、G, U, C に対する最小費用 B 流を答えなさいっていう問題です。ですかね、で最小費用 B 流って何なのかっていうと、コストが最小のもの。つまり、任意の B 流 F に対して、コスト F スターがコスト F 以下になるような最小、えっと、B 流 F スターのこと。B 流 F スターのことを最小費用 B 流と呼ぶということになります。 前のペンシを持っていいですかはいですね。はい。ということで、まあこれを解きたいんですね。で、一つ問題がありまして、何なのかというと、そもそも B 流っていうもの存在しないかもしれないんですね。で、えっと、この講義では、 えっと、B 流が存在することしか考えないんですけども、えっと、後々ですね、そのアルゴリズムを考えるときに、まず B 流一つ見つけましょうとか、B 流があるところから始めましょうっていうふうに考えることがあったりするので、とりあえず一つ B 流があるかどうかを判定するって問題をまず考えます。で、えっと、とりあえず簡単にわかることなんですけども、存在するための必要条件です。B 流存在するにはこれが成り立っていないといけませんよというものです。で何なのかっていうと、今この例で言うと、外からですね、 2と2プラス、だから、えっと、えっと、合わせて4だけ、その供給があります。で、需要は V3 において1、V5 において3ある。で、だから、えっと、需要の方もですね、これ足して、えっと、4になってるわけです。で、このように、需要と供給は一致している必要があります。そうでないと、まあ、困るということになりますね。えっと、需要の方が大きかったら、えっと、供給、 が足りないということになりますし、供給の方が多かったら需要は足りないということになります。で、これは、まあ、需要は実はこれは V3 において1って書いてますけども、これはその B というものの値としては、これマイナス1になっているわけです。で、V5 においてもこれ B がマイナス3なんですけども、つまり、えっと、需要と供給が同じであるっていうのは、この B という、あと、ベクトルのですね、ベクトル関数のですね、値、BV をすべて足すとこれ0になるっていうことに対応するわけです。で、これが存在するために必要条件です。B 流が存在するためにはこれが成り立ってないといけないと。 いうことになるわけですけども、これが成り立っていれば必ず B ルが存在するのかっていうと、そういうわけでもないんですね。で、まあそういう例はちょっと考えてみれば、いただければ、まあ、ある程度わかるんですが、えっと、じゃあ、えっと、なんだろう、十分条件ですね。どうなってたら必ず存在するんでしょうっていうことを考えるために、次のような、えっと、ものを考えます。で次のようなものってのこれ右に書いたものです。で、これ何なのかというと、えっと、これ真ん中にある、このグラフの部分。 このグラフの部分は、えっと、元のグラフのこの部分と同じです。同じです。同じものが書いてあって、かか各個に書かれている数値は、その個の容量です。だから、このカッコで並べた左側の数値が書かれていると。で、このグラフには2つ S と T という余分な頂点が追加されています。で、これを追加するわけですね。で、そこには個もなんか追加されているんですけど、これはどこに追加されているかっていうと、S からは、B の値が正であるような頂点に個を追加します。 ですね。で、t、t には t に向かっていく個が追加されてるんですけども、これは b ですね、bv の値が、bv ですね、bv の値が負であるような頂点から t に向かって個を追加します。ですか。で、この新しく追加した個は、この場合、例の場合4つあるんですけども、その個にも容量を割り当てます。で、その容量は、例えば sv0 っていうこの個があるんですけども、この容量は v0 における b の値、この場合2ですね。にこれを割り当てましょうと。 はい、V2 に対しては、P の値2だから2を割り当てましょうと。で、えっと、T に向かっていくれですね、に対しても、容量を割り当てるんですけども、例えば V3 と T を結ぶ子においては、V3 の供給じゃなくて需要ですね。需要が1。あるいは、B、V3 の値がマイナス1なので、その絶対値である1を容量として割り当てます。V5 の方も同じと。マイナス3っていうのが B、V5 の値なので、その絶対値である3っていうのを、V5 から T に向かっていく子に割り当てます。 容量として割り当てます。で、何をするのかっていうと、この今作ったネットワークですね。これグラフと容量が割り当てられてるネットワークで、S と T という頂点があるんですけども、この S から T にですね、えっと、流します。つまり、最大 ST 流を考えます。で、これ、まあ、計算できるんですけども、まあ、こんな感じになると。今、えっと、0しか流れてないところは書いてません。で、そうするとこれは、S から、 2たすに4だけ流れて、えっと、なんか、ネットワークの中でそれがやり取りされて、最後 t に1プラス3、つまり4だけ入ってくるという形になっていると。だから、この st 流の、えっと、値は4になってます。いいですかね。で、これ4ってことはどういうことを言ってるかっていうと、今、この s から出ていっているこの容量2プラス2っていう、これすばい、すべてこれ使い切ってるわけです。容量いっぱい s から流れてる。で、容量いっぱい t に流れ込んでるということになってるわけです。 で、この容量の間っては何だったかっていうと、この供給の輪ですね。供給の輪と等しかったわけです。で、えっと、需要の方、T の方を見てみると1、1たす3っていうのは、その需要の方の輪と等しいと。つまり、供給しなくちゃいけない量全部2、2プラスに流して、需要1プラス3を全部賄ってますよってことが、これでわかるわけです。ですか。で、ここの真ん中の部分の流れ方、この部分だけを取り出してくると、これは左のネットワークにおける D 流になっているということがわかるわけです。 つまり、何かというと、この右のようなネットワークを作って、そのネットワークの最大 ST 流の値が、この需要の値の和、あるいは供給,あいやいや供給の値の和、あるいは需要の,この絶対値の和に等しければよろしいと。でこれは、意識で書くとまあこんな形になると、その BV の絶対値をえと全部足して、えっと、それを全部足すと需要と供給の和になってしまうので、それを半分にして、需要の和、あるいは供給の和とすると。 という形になっていればよろしいということになります。で、これが成り立っていれば、この真ん中のような形になってまして、そこを取り出せば B 流が取り出せますよということになるわけです。で、まあ、いずれにせよ、まあ、条件を置いといて、このようなネットワークを作って最大有問題を解くことによって B 流の存在性もわかりますし、存在する場合には B 流が一つ見つかるということになります。ですかね。で、まあ、これは今後使っていくということになります。 で、まあ、B が存在しないような、えっと、ネットワークとか、その、その B の与え方とかっていうのも、まあ、あの、考えればできると思うので、ぜひやってみてください、ということになります。はい。では、えっと、これが最小非用流問題です、ということになります。はい。ではですね、今日やりたいのは、えっと、まあ、最小非用流問題の基礎的な部分なんですけども、えっと、最大問題の時にもやったように、線形計画法を通してですね、この問題を理解していきたいということをやるわけです。 で、まずこの最小費用流問題を線形計画問題として書きましょうってことを次にやります。はい。今からの目標は最小費用流問題を線形も計画問題として書くことです。で、この書くという目的はすぐに達成されて、これは次のページでバッと出てくるからです。で、どんな感じか。まあ、こんな感じですね。まあ、これそのものですとで。これは先ほどの B 流の定義と B 流の費用の定義をそのまま書いたものです。今、ここに えっと、なんだっけえっと、<laughs> 制約が書かれてるんですけども、これは B 流、F というものが B 流であることの定義をそのまま書いたものです。だから、この問題だと F が変数です。F が変数。ですね。ってことになってますで、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、目的関数は、さっきも言ったように、この費用と B 流の体積ですよと。ですね。 で、制約は何だったかというと、容量制約と、流量保存制約に対応するものと言ってたんですけども、流量保存制約がこの真ん中の部分ですね。この等式になっていると。ですね。で、流量,量制約が、これ、まあ、二つに分かれてますけども、まあ、一つは、えっと、0以上っていう皮膚制約になっていると。で、もう一つは、えっと、FA が UA 以下だっていう、まあ、その上限がありますよと。上階がありますよっていう、そういう制約になっている。いいですかね。で、えっと、 第2回ですかね。線形計画法を、その、復習したときには、は最小化問題のときには、普通はですね、この不等式をですね、逆に書いてたんですね。で、まあ逆に書こうとすると、これは、まあ両辺にマイナス1かけて、マイナス FA がマイナス UA 以上になって、まあ、こういう,ふうに形で書けるということになります。で、まあこの形で見た方が、実は今からやる相対問題を作るっていうのは簡単になりますので,で、まあこういうもの、これとこれはまあ同じなので、えっと、それにまあ注意しながらやっていくということになります。 で、えっと、やりたいのはですね、その相対問題とかですね、相互性定理とかっていうものを使っていきたいわけなんですけども、そのためには、まず、この今作ったですね、この最小費用流問題、五線形計画問題として書いたもの、これのですね、相対問題を作ることが重要です。で、相対問題を作ろうとすると、まあ、その、第2回目でやったような形で相対問題を、えっと、作るんですけども、まあ、そのためにはですね、えっと、この問題をですね、行列とベクトルを使って書くと分かりやすいでしょう。ということで、それやってみるということになります。 でそうすると,こうなると、こうなると。こうなると。こうなって、な、なのなのかっていうと、この右上に書いてあるの、これが、えっと、まあ、一般的な形ですね。最、最小化の線形計画問題を一般的に書いたものですね。x1 という変数が、ヒフ変数で、x2 っていう変数は、そのヒフ、ヒフという条件がない、まあ、いわゆる自由変数になっていると。で、不等式制約と等式制約がありますという、こういう形になっているというわけなんです。 はい。で、えっと、左側に書いてあるのが、今作った最小表有問題の線形計画法による記述です。で、この二つを見比べて、この C1 とか C2 とか A11 はこれ何でしょうかと考えるということになります。で、そうすると、まず重要なのは、この、えっと、今作った線形計画問題には自由変数がありません。えっと、皮膚でなくてはならない。ん皮膚でなくても良い変数ってない。全ての変数は皮膚です。 0以上です。ということなので、この x2 っていう変数は、えっと、この、えっと、最小比よりもない場合には、これ、ないということになります。だから、x2 に関わるもも部分は、ここからもうき、ないので、まあ、考えなくてよろしいということになります。えっと、第2回の時には、x2 のですね、えっと、次元、x2 の成分の数を n2 と言っていたので、これはですね、n2 が0になるということをまあ言ってるというふうに思ってもらってもよろしいということになります。でそうすると、これ、対応を見ると、この皮膚変,皮膚変数は、 1> x 一がこの f に対応すると。だから、ま、x 一っていうのは、ま、f でしょうというふうに思うということになります。で、そうすると、えっと、これですね。目的関数。目的関数は c1 点値と x 一の積。c1 と x1 の内積で、x 一が f だって言ってるんで、この姿をじっと見ると c1 っていうのが、この c という費用に対応しますということがわかると。c1 は c ですということになります。ですね。で、あとは、 と、不等式制約と等式制約があります。ということになります。で、じゃあ、ま、あちょっとそれは、えっと、これすぐやんのかなえっと、それは今からちょっと見ていくんですけども、まず、えっと、今分かったところだけをまとめると、えっと、N2 は0ですと。ですね。だから、ここはなくなると。で、えっと、X1 という変数は F で、C1 っていう、えっと、この目的関数の係数は C になってます。ということです。はい。で、えっと、この不等式制約ですね。不等式制約。この部分。 FA の係数マイナス1なので、えっと、それはだから a h 1って、えっと、行列が単位行列の前にマイナス1をつけたものになるってことを意味しています。いいですかね。ですかね。で、それの右辺がマイナス UA なので、この B1 が、B1 ですね。B1 の大 A 成分、その A という子に関する成分がマイナス UA になりますよということになるというわけですね。それで今この二つ目、ここの部分が分かったということになります。 はい。で、あと知りたいのは、この等式制約ですね。等式制約のこの係数行列 A21 と右辺の B2 ですで。右辺の方が分かりやすいので、右辺の方からやると、右辺はこれですね、BV になってますから、B2 の大 V 成分が BV になると。B2 の大 V 成分が BV になるということになります。はい。で、この部分ですね。この部分がこの左辺なんですけども、今、X1 っていうのはこの FA、F なわけです。F なわけですね。これですね。 いうなわけです。で、えっと、この V に、えっと、関係する頂点、じゃなくて V に関係するこの、えっと、行ですね。この、等式に抜ける行においては、えっと、V から出ているこのところでは係数が1。V に入ってきているこのところでは係数がマイナス1になるというふうに言ったわけです。だから、この AD1 の第 VA 成分ですね。行が V、頂点 V。で、列が A に対応しているんですけども、その、 頂点 V、A に対応する成分は A が V から出ている場合には1。V に入っている場合はマイナス1。で、その他の場合は0という形にこうなっているということですね。で、これで書けますよということになります。まあ、これは、あの、ほとんどその最大流問題の時にやったことと同じ。なので、まあ、そこのところも復習してもらうとよくわかると思います。いいでしょうか。 という形で、えっと、この最小非用流問題は、まあ、この形ちゃんとしてますし、ここに現れているいろいろな、えっと、定数っていうのもちゃんと定められたということになります。で、やりたいこと。今、この形で書けましたので、じゃあ、この最小非用流問題の装置問題作りましょうということになります。で、総中問題はこんな形でした。で、えっと、このなんか C と B の役割が入れ替わっていて、新しく Y っていう、えっと、 変数を導入していると。で、ここら辺の係数行列は、点数取ってますよ、という形になっていると。いいですかね。この A12 と A21、ここも入れ替わってくるの注意をしましょう、ということで。で、ここら辺の、えっと、行列とか、理が何だか,とかっていうことは、もうこれ決まってるわけです。決まってるわけです。で X1、これです。で、えっと、今、そうすると、まず、何が言えるかっていうと、この、えっと、X2 は忘れましょう。だから N2 は0ですよっていうふうに言ったので、そのことから、ここら辺と全部消えますと。 で、えっと、これ、X2 に対、という、えっと、変数が消えたので、X2 に対応する、という変数に対応する制約、ことなんですけども、これも消えるということになります。あ、ありませんよ、と。で、あとは、ここの、3つの部分ですね。これ、ちゃんと書き下してあげればよろしいということになりますけども、えっと、ま、Y1Y2 っていうふうに書いてあるのは今後、ちょっと嫌なので、えっと、あとの都合上、Y1 の方は Z、Y2 の方は Y と書くことにしますと。 ですね。で、えー、っと、今、これ B1 っていうのは、B1 ですこれ B1、ね。B1 っていうのは、こんな形になってるので、B1 の添え字は、ここになってます。だから、B1 の成分の数、これ、この数と等しいです。だから、Y1 の成分の数も、この数に等しくって、その添え字は、こう、A になってると。一方で、B2 y A の方があるんですけども、えー、B2 っていうのはこれですね。B2 のこれえ字は、えー、っと、V、頂点ですから、この Y2 の、えー、っと、成分の数は、頂点の数だけある。だから、Y2 の、その、えー、っと、添字も、 えっと、v ですね。頂点になっているという形になっています。で、それ今後、yv と呼んでいきましょうということになります。ですかね。で、そうすると、まずわかるのは、この b1.y1 プラス b2.y2 ってこれは何なのかの前に、こですね、y1 が0以上ですね。これがまず一番簡単ですね。y1 で、これはどういうふうに置き換わるかっていうと、これは z が全部0以上ですと、z、A、が0以上ですっていうものに置き換わるということになります。だから、ちょっと書くと、これは、 z, a が0以上ですね。すべての子に対して z, a が0以上になると。いう形が来ますと。で、えっ、ー、と、この目的関数ですね。目的関数は、この今ここに書いてある b1 と b2 をそのまま入れてあげればすぐに書けますと。で、書いてあげたのが、ま、次のページ。こんな形になりますよと。ですね。えっ、ー、と、今、えー、と言っているのはここですね。どういうことかっていうと、b1.z は何かっていうと、z だからまず、えー、y1 を z として y2 を y としたんですけども、z は z のままで、b1 電池は、あ、b1 はですね、マイナス u なので、マイナス u と z の内積になっているというのは第一項です。こうですね。で、b2 天地 y の方ですけども、えっと、b2 は、ですね、b なので、bv、e、と yv の積の和になるというのは第二項です。という形で、えっと、そっち問題の、えっと、目的関数をかけましたということになります。で、最後の皮膚制約、このままこう書いてありますよということになりますで。そうするとあと残っているのは、この 不等式制約ですね。この不等式制約をどういう、どう書くとどうなりますかってことを、えっ、ー、と、ちゃんとやりましょうということになります。で、a11 ですね。a11 は、えっ、ー、と、マイナス i。なので,で、そのことから、a11.1。これもマイナス i です。i っていうのは単位行列で、単位行列の、えっ、ー、と、行列の単位行列なので、マイナス i になります。で、a21 の部分ですね。a21。で、これがこんな形の行列で、で、それで今これが、この、えっ、ー、と、式がどうなのかってことを次のページで見ましょう。 で、見てみます。こんな感じでなります。今言った通り、a11.z っていうのは、a11.z がマイナス i なので、ここはそのマイナス z になります。ですかね。で、これが a11.z です。で、a11.z です。で、c1 は今、c だって言ってるんで、この右辺は c です。ですかで、y っていうベクトルがあって、その前に a21.z っていう行列があると。a21.z これですと。ですね。a21 っていうのは、行が頂点、列が個になっているのその点値は、 行が個に対応していて、列が頂点に対応しているって、そういう行列になっているわけです。ですかで、まあこれは今こういうふうに行列の形で書いてるんですけども、じゃあこれを各成分で見ましょうと。で、成分で見るっていうのは、その A という、えー、っと、なんだ、A という個に対応する、この行を見てみましょうと。こうすると、ここは今これ CA なんですけども、で、ここ ZA。 なんですけども、えっと、この内積の部分ですね。この、えっと、行ベクトルと y。この内積はどうなんでしょうというふうに見ると、今、この a という行を見ると、そこには、ま、こんないうその a っていうその個が、それに対応するような値が入っているんですけども、例えばこの a が u を視点として v を終点とするとしましょうと。ですかねで。そうすると、今 a は u を視点としているので、a っていうのは u から出ている頂点になっていると。 で、V に入ってますから、A は V に入っている頂点にないる。こういうことですね。デルタマイナス V の、えっと、要素になっているということになります。で、そうすると、で、他の頂点は関係ない,という。う A という子には。ってことなので、この U と V っていうその頂点があるわけですけども、A、U に対応する成分は、U から出ていってますから、こっちに対応していて1になると。<laughs> ですかね。 で、a と v に関わる成分は、a が v に入っているので、この場合ですね。だからマイナス1になるということになります。いいですかそうすると、今、ここの、この a の行が対応する、えっと、行ベクトルと y の内積ですね。この内積ですね。内積ですね。これ何になるかっていうと、これ書いてみると、YU、y u マイナス yv になると。いうことになるわけです。だから、それを加味して、この A という行に、あえっ、ー、と、えっ、ー、と、こう、に対応する、えっ、ー、と、行が、どういうふうに書けるかっていうと、マイナス ZA、プラス YU マイナス YV が CA 以下という形で書けるということが分かったということになります。で、それを次のページで書きます。ですね。まあ、今は、えっ、ー、と、マイナス A と言わずに、A a というのは UV という、えっ、ー、と、形で書けるとすると、ZUV、あ,まあ、マイナス ZUV、プラス YU マイナス YV が CUZ。 UCUV 以下であるというのが全ての UV に対して成り立つというふうに書けるということになります。で、これが最小費用流問題の相追問題になるということになるわけです。よろしいでしょうか。ちょっとこれ苦労しましたけども、やってることは最大流問題でやったことと同じなので、まあ、その手続きに従って同じことをやってるというふうに思ってください。で、依然性を相追問題に書けましたということになります。で、相追問題と元の問題を並べてみましょうと。元の問題のことはまあ主問題と言ったりしました。 プライマルですね。で、その方はデュアルというわけですけども、まあ、このそのプライマルとデュアル、相対問題と相対問題のまあペアができたということになりますということになりまして、なりまして、なりまして、えっ、ー、と、なんでしょうね。で、まあ、これで、えっ、ー、と、<laughs> 何をしたいんでしょう。えっ、ー、と、次のこと言いたいのは、ここからその双方性、 条件とか相互性定理っていうのは言えるようになると。なんなのかっていうと、相互性定理はなんだったかっていうと、えっと、この、えっと、なんか F っていうものと YZ っていうものがあったときに、F が主問題の最適解で、YZ が相互問題の最適解であるための必要十分条件を与えてくれますというのが相互性定理でした。で、相互性定理は大体、えっと、4つの部分からなっていて、何かっていうと一つが、まずこの F というのはそもそも主問題の境界、ここに書いた条件を全部満たさなくちゃいけませんよというものです。で、YZ の方も、 強制ですね。この総中問題の制約全部満たす。つまり、協会でなくてはいけませんよ、ということになります。で、あと二つのものは、これは相互性条件と呼んでいるものです。と書きま相互、ね、条件とか呼んでいるもので、で、それも満たさなくちゃいけない。今、漢字が汚すぎて読めないんで、もう一回書き直しますね。相互性条件です。相互性条件。 なんか今これ座ってるんで、なんか座って書くとですね、割と字がまともになるっていうことになって、いつも授業の時はあの立ちながら、立ちながらってあの教壇に立って書いてるんで、ちょっと文字が汚かったりするんですけども、まあそれ置いといてですね、創生条件です。で、これ創生条件をどうやって作っていたかというと、不等式条件を組みにして考えるってことでした。で、例えば何なのかっていうと、これ初めの条件は何なのかっていうと、この FA が UA 以下っていう制約と、皮膚制約。 ZA が0以上って、この制約を2つ区切りして考えましょうと。で、どういうふうに組みするかっていうと、今ですね、この、えっ、ー、と、FA が UA 以下っていう条件は、これ UA-FA が0以上というふうに書き直せるわけです。で、何なのかっていうと、この0以上のもの同士ですね。0以上のもの同士を書けたら、書けたら、必ずその最適解においては0になってますよというのが、そう性条件です。で、今は、主問題の 等式制約と双追問題の皮膚制約を組みにしてるんですけども、それを逆にして、逆にしてたらどういう意味で逆かというと、えっと、双追問題の皮膚制約、じゃなくて、すいません、えっと、双追問題の不等式制約と主問題の皮膚制約、ここですね。FA が0以上。これを組みにして作ったのがこれです。二つ目の条件です。あ、四つの条件です。で、これは何なのかっていうと、この、えっと、双追問題の皮膚条件、これ、 えっと、非不条件じゃないです。葬式、非葬式制約を書き直すと、cu, cuv プラス zuv マイナス yu プラス yv が0以上となるので、それがこの部分に来てると。いうことですね。はい。という形で、その、えっと、非不のものを2つ書けたら0になるというのが、相補性条件でしたということです。で、えっと、もう一度重要なので言っとくと、この相補性条件とか、この相補性定理は何なのかっていうと、 この、なんか、もともとは最適化問題で、なんかその値を大きくしようとか、値を小さくしようっていう、その気持ちを持ってる形で述べてる問題、問題というか、そういうことをしたいんだけども、ここの、そこを設定で言ってるのは、これは、その、えっと、制約だけなんです。条件だけなんですね。そんな、なんか、大きくしたとか、小さくしたいっていう、その意識が、意識があんまり感じられない。この、この、境界ですかっていう条件を、だからこの不等式と等式に満たしてますかってことだけ聞いてまして、えっと、ここですね。 そうでもでもそうで、あとこの、総合性条件って言ってるのも、ある投資を満たしますかってことしか聞いてないわけです。という意味で、なんかその、なんだろう、最適化をすると意識、意識をだいぶ失ってるような形に見える定理ではあるんだけども、まあ、だからこそ有用だって、この条件さえ満たす。 この条件を満たす F と Y と Z さえ見つけることができれば、もうその時点で我々はなんか最適化ができているということになって嬉しいわけですね。で、それを目指していきましょうということになるわけです。で、この相互性っていうか相互性条件っていうのを使っていこうとかっていうのが重要なポイントになるわけで、そのような話もまあ最大流問題の時にしたということになります。で、この相合性条件はまあ別の言い方すると、今もともとのこの主問題、これはえっと、 最小費用流問題だったわけなんですけども、その最小費用流問題の最適性条件を、線形計画の言葉を使って解けたものであるということになるわけです。で、まあ、そういうことができるっていうのが、この、その最適化における非常に重要なポイントで、まあ、嬉しいわけですね。もう線形計画法偉いということになってですね、まあ、感動するわけですけども、まあ、感動するだけではですね、えっと、なかなか問題解けなくって、今はですね、 元々は、なんか、この問題、その、なんかね、ネットワークの問題だったわけです。この問題って最小費用量問題ですね。ネットワークの問題だったわけです。で、それを、まあ、線形計画問題に変換したからこそ、こういう最適性条件、うまく言えたわけですけども、もう少しこれをですね、ネットワークの言葉で理解したい。ですね。で、そうすると、だからネットワーク特有なアルゴリズムっていうのが、生まれてくるかもしれない。で、それや,やりたいというふうに思うのです。で、それが次のトピックになります。はい。で、トピックの前に、 ちょっとこの相対問題の様子を見てみましょうと。対問題です。で、一つ重要なポイントがあって、何なのかっていうと、この相対問題、この相対問題はこれ必ず許容解を持ちます。これです。何かっていうと、ここに書いてあるもの、このように Y と Z を定めると、これはこの相対問題の制約を全部満たします。で、何なのかっていうと、これは単純に全ての変数の値を0と置きましょうというものです。でそうすると何が起きるかっていうと、この不等式制約の左辺が0になります。 で、そうすると、えっと、CUV は、CUV っていうその費用がゼロ以上じゃなくていけませんっていう制約が出てくるんだけども、えっと、我々は、えっと、すべての費用はゼロ以上だっていうふうに、はじめの問題の定義のところで仮定していました。だから、CUV がゼロ以上だっていう、まあ、条件というか、それは必ず満たされるわけです。ですかで、まあ、ZA がゼロ以上っていうのを ZA をゼロとすれば、それは満たされると。つまり、 ここで置いたように、すべての y の値0、すべての z の値0というふうにすれば、これは相対問題の境界になっているということになります。だから相対問題は必ず協会を持ちます。ですかということは何なのかっていうと、B 流が存在すれば、つまり主問題に協会が存在すると、 主問題にも相対問題にも境界があるので、今日相対定理から必ず主問題は最適解を持つ。相対問題は最適解を持つということがわかります。つまり、最小 B 流が存在するということになります。だから、そもそも B 流自身が存在するかどうかもわかんなかったんだけども、B 流が存在すると言えれば、その時点で我々は最小費用流の存在がわかります。最小用ビ B 流の存在がわかります。ですか。ということで、えー、っと、 まあだから最小費用 B 流の存在を得るためには B 流が存在すればよろしいということになって、えっと、まあ、それを今からやっていきましょうと。や,やっていくっていうのはその、そういうようなアルゴリズムを考えましょうと。B 流が存在するときに最小,最小費用 B 流を見つけるようなアルゴリズムを考えましょうということになってきます。はい。では先ほど言った目的のために補助ネットワークというものを定義します。で目的なんだったかもう一度言いますね。 目的は何かというと、最適性条件をネットワークの言葉で述べるということです。で、えー、っと、最大流問題の話をしているときに、もうこの補助ネットワークでもを定義したわけです。で、補助ネットワークを使って最適性条件を述べるということをしました。で、最大流問題のときはどういう話の順序でやっていたかというと、まず、補助ネットワークを定義して最適性条件、その増加度を使った最適性条件を述べましたと。で、それが実は、 線形計画法における相互性定理と関係してますよということを述べるという順番で説明しました。で、今からやるのはどちらかというと逆の順番になっていて、まず相互性定理、こちらの方を見ましたと。で、これと今から定義する、えっと、補助ネットワークが関係しますよということをやっていくというふうに思ってください。で、そのために補助ネットワークを定義します。 で補助ネットワークを定義するって言ってるんだけども、その最大流問題の時に補助ネットワークっていうのを定義しただけです。しかし、えっと、今から定義する最小費用流問題に対する補助ネットワークは最大費用あーと、最大流問題の時の補助ネットワークと少し違います。で、同じところもあります。だから何が同じで何が違うかということをちょっと注目しながら見ていこうと思います。で、今、この左の状況、これは、 ネットワーク GUC というのがあって、B というその需要と供給を与えられているときに F という B 流が一つなんか与えられている状況です。で、補助ネットワークといったら、この F に対応する補助ネットワークというような言い方をして、GF、UF、CF という形になると。で、その中 F によって定まるグラフと容量と費用があるという形になっています。だから、この補助ネットワークにおいては、す、え、べ、ー、ての子に容量と費用がついています。 ですか最大流問題の時には全ての子に容量しか付いてなかったんだけども、最小費用流問題の時には容量と肥料が2つとも付きます。っていうところはまず一つの違いになります。で、同じところは何なのかっていうと、容量の決め方です。えっ、ー、と、容量と子の決め方が最大流問題の時と同じで、どういうことかっていうと、これ進めると、こんな形になりまして、何なのかというと、元々のネットワークにおいて、 個の上に、個 A の上に FA というのが流れているとしましょうと。で、その容量が UA だとします。で、そうすると何が起きるかっていうと、この個に沿ってあとどれだけ流せますかっていう量は、最大流問題のときと同じで UA-FA なわけです。で、それをこの順向きの、元のネットワークと同じ向きの個の容量として定めます。 で、一方で FA だけ流しているとすると、その FA だけ流れているのをキャンセルする、画面にするということができます。減らせるわけです。で、減らせる、どれだけ減らせますかっていうと、流れている量は0以上じゃないといけないので、減らせる量は FA までです。で、その減らすってことを表すために、この逆向きの項をつけましょうということをします。この逆向きの項の容量は FA ですと。で、 ここで今その順向きの子と逆向きの子があるんですけども、その子の上に今言ったように費用をつけるわけです。で、この費用は何を意味するかっていうと、その順向きの子や逆向きの子に沿って実際に流したらどれだけ費用が変化しますかってことを表す数値を費用として与えます。で、順向きに流したときは、それは元々の費用がそのまま効果として現れるので、その元々の費用 CA を書きます。 一方で、逆向きの子に対しては、その費用、えー、と流れているのをキャンセルすると、費用は増えるわけです。いいですかね。嘘です。費用は小さくなります。ごめんなさい。費用は小さくなります。だから、もともと流れているのをなくすんで、費用は小さくなります。で、その小さくなる分を表すために、マイナス CA っていうのを費用として持たせます。ですか でこれがポイントです。ちょっと例を見ましょうと。今ですね、ここですね。V2、えっと V5 の間を見ていただくと、V2 から V5 に向かって 2, 2だけ流れてますで。2だけ流れてるんですけども、容、え、量、っと、は3なので、あとその向きで1だけ流せます。だから、V2 から V5 に向かって、順向き向きの個、えっと、があって、その容量は1です。で、元々の個の容量じゃなくて、えっと、費用は3なので、その順向きの個の費用は3になります。 一方で2だけ流れてますから逆向きに2だけ流すことによってこの2をキャンセルできます。で、そのために逆向きの子の容量が2になっていて、その辺流すと費用が減りますから、その減る分だけマイナス3がその逆向きの子の費用として書かれているということになります。いいですかで、これが補助ネットワークの作り方です。で、このあと3ページにわたって補助ネットワークの定義が書かれているんですけども、まず例で理解するということは重要です。 ですね。で、このように、新しく作った、えっと、グラフを GF、新しく作った容量を UF、新しく作った費用を CF と書くことにします。ですかね。ですか。で、一つ重要なことは、今、このように、オトネットワークを作ったら、費用が不利になる可能性があるってことです。ですか。元々の問題においては、費用は必ずゼロ以上っていうことになってました。問題の定義から。最小費用流問題の定義から。 なんですけども、この補助ネットワークにおいては、費用として負のものも出てくる可能性がある。というか、かなり出てきます。ちょっとでも長いとは出てくる。ってことになるので、それでは一つ注意しなくちゃいけないことです。だから、もともとの問題においては、費用はゼロ以上だったのに、なぜか、こっちの方では、えっと、負になるような費用もありますので、それは注意をしてください。はい。で、一応補助ネットワークの定義を見ます。こんな形。で、定義の仕方は、今、例で、 説明したことを、まあ、数学的に書いただけです。で、これでネットワークを定義しました。ですね。で、今、えっ、ー、と、そのグラフ GF の頂点集合が元のグラフの頂点集合 V と同じで、この集合はその順向きのものと逆向きのものに分かれますよと。で、順向きの方を F と書きますと。F ってのは、えっ、ー、と、AFF のこの,あの上についてる F ですね。これ順向きですと。で、えっ、ー、と、AFB と書いたらこれ逆向きの方を表すと。 あのフォーワード、ワックワードですね。フォーワードの手すり合ってますかね。ちょっとなんか、合ってると思いますけども、あこんな形と。で、えっ、ー、と、順向きの方は、えっ、ー、と、流れ切ってないところはまだ流せますから、それをことして持ってきましょうと。逆向きの方は、ちょっとよりも流れてるところは、その逆向きを加えましょうと。ですね。VV プ v ライムがこうだったら、その逆向き V プライム V をことして加えましょうと。いうふうになってる。 ということになります。はい。で、この今、この GF の個集を、この各個ですね、に対して容量と費用を与えましょうと言ってます。で、容量の方の組み方は、これは最大量の時と同じ。はい。で、えっと、費用の方はどうかというと、今言ったように、順向きの場合は、順向きの場合は、元々のネットワークの費用と同じですよと。で、逆向きの場合は、その逆向く前の費用マイナスつけたもの。 になりますよということです。いいですかね。で、これが補助ネットワーク定義です。で、この補助ネットワークを使って最適性条件を書いていきたいですよということをするということになります。はい。で、補助ネットワークを作ったときに、それがですね、その走行性条件とどういうふうな関わりを持っているのかということを今から考えていきたいので、それをまず説明しましょうと。今言ったように、元のネットワークで U から V に向かっている A に FA だけ流れていたら、えっと、 と、ua-fa だけまだ流せますから、順向きに、えっと、u, すいません、これ、ua-fa が0じゃなければ、ロじゃなければ、順向きにこうつけて、えっと、fa が流れていて、fa が0じゃなければ、逆向きに、容量 fa, えっと、費用 -ca のこうつけるということになります。で、下に書いてあるのが、消補性条件です。で、今言ったように、この順向きのこうがあるのは、この ua-fa が正のときのみです。ですか だから、えっと、純向きのこう UV があるのは、UUV-FUV ですね。この部分ですね。これが正の時に正であることと同時です。で、もしですね、この UUV-FUV が正であったら、この相互性条件からですね、ZA が0じゃなくちゃいけないということが導かれます。ですか。で、これは、えっと、この相補正条件と補ト,トがどう関係るのかってことをまあ述べている。 順向きのものについてですね。で、逆向きの方はどうかっていうと、これ逆向きの方があるのは、流れている場合だから、FA が正の場合です。FUV 正の場合。で、そうすると、この二つ目の総合成条件の方を見ると、FUV 正なので、これがかけて0になるためには、後ろの方が0になっている必要がありますよ、ということになります。ですね。で、こんな形で、その、そえっ、ー、と、補助ネットワークの構造と、なんかこの相互性条件がなんか関係しているということが分かってきます。で、これをですね、今から使っていくということになります。 はい。ではですね、これを使って、最終的に、この、最適性条件を、えっ、ー、と、ネットワークの言葉を使って、述べていきましょう、ということになります。はい。で、えっ、ー、と、それをやりたいと。最適性条件をネットワークのとこ葉で述たいと。で、その時に、その今の、補助ネットワークを使うんですけども、えっ、ー、と、その補助ネットワークだけじゃなくて、もう一つ重要な概念を、これをさせます。で、これが、重要で、ポテンシャルと呼ばれるものです。で、 これが奥深くて、この奥深さで、まあ、実際にこの、録画が失敗した授業の時は割と私自身盛り上がったんですけども、まあ、それは盛り上がったのは置い,置いといて今、今からも盛り上げたいんですけども、と何かっていうと、ポテンシャルっていうのは、今、これ状況です。状況、その中、ビール流れてますと。で、ポテンシャルって何なのかっていうと、この、なんか頂点に今、この、紫色の字がこうあるんですけども、これがですね、ポテンシャルです。 なんか頂点に対してなんか値を割り振ったそのもの。これポ,ポテンシャルです。で、気分なんですけども、気分が下に書いてあって、これ気分なんですけども、これは類推だと思ってください。今、この最小費用流問題においては、この状況では、えっと、この赤いのがこ流れてるですね。流ですね。B 流があって、この緑色の部分、これが費用を表していると。費用を表している。で、このが紫これポテンシャルを表しているという感じなんですけども、これは電気回路の類推。 をすると、流れているのはあ、これ、これなんか全体がなんか電気回路のようなものを表していて、流れているのが、このか電流と。で、費用っていうのは、まあこれ今最小費用流を考えているわけだから、費用が高ければ高いほどそこは流したくない、流れにくいっていうふうに思って、まあこれ抵抗のようなイメージを持ってほしいということになります。はい。えっと、費用でちょっとパカパカ動くようになってしまった。 なんでパカパカ動くパパ,パパ動かないようにしたいんですけども、できるかなパカパカ動かないようにしたいんですけども。動いちゃいますね。すぐすぐ動いちゃう。困っちゃったな。あ、なんでだろう。えー、っと、まず、あ、置いといて。えー、っとですね。これちょっと動かすと治るか。あ、あ、なんか。治ってほしいんですけども。えー、っと、それでですね。 そうそうそう、だから電流とかですね、抵抗とかで、ポテンシャルが電気だと思いましょうと。だから、電気ってこと何なのかというと、えっと、例えばですね、この V2 と V5 っていう頂点がありますと。で、V2 には3っていうそのポテンシャルの値が与えられていて、V5 には0ってポテンシャルの値が与えられてるんですけども、つまりここのですね、2つの頂点の間の、このま、あポテンシャルの差。これが、これ0なわけです。あ、ちょちょち0じゃない。 <laughs> すみません。もう大幅に間違えた。3-0でこれが3なわけです。で、だからこれ、ポテンシャルの差がある、だから電位差があると、だからそこに電流が生まれるっていうイメージを持ってほしいだから、差があるので、まあ、こういう向きにちゃんと流れますよと。で、一流になってます。で、今、じゃあ、ただ、ただ別のところを見て、えー、っとですね、ここ見ようかな。V1 と V の間。ここ見ますと。で、そうすると V1 のポテンシャル3で、V のポテンシャル3なんで、で、3三この電位差は0なわけです。 だから、電インがないところには流れませんよってことで、これゼロになってるというふうに思うと。でそうすると、いろんなところでこれはなんかその規則を破っているということもわかるんですけども、例えば、えっと、ここで V3 と V4 ってこうあって、これ電インが1だから、まあ、ここは流れてほしいんだけども、まあ、この場合実は流れてないといことあなってる。で、えっと、もう一個注目したいのは、これ、えっと、V4 に、 のポテンシャル2、V2 のポテンシャル3っていう時に、この、この、この向きに沿ったポテンシャルの差っていうのがマイナス1になります。で、マイナスのところはやっぱり、えっと、流れてほしくないというふうに思ってください。だから、その、このなんか流れてて、あの、言うのはそのん一方通行なわけですね。<laughs> なんかこれなんか大号図の、えっと、記号のように見えてくるかもしれませんけども、まあその一方通行、こっちにしか流れないだから、えっと、負の時にもやっぱり流れてきたくないというような気分を持ってくださいということになります。で、これは今はその気分です。 気分しかお伝えしてません。で、実際はですね、この流れっていうのは、リーデュっていうのは、その先ほど主問題の変数に対応していたんですけども、このポテンシャルっていうのが、後々見るように、装置問題の変数に対応するようになります。で、このですね、電流と電位に対して、こういうなんか装置の関係があるっていうのは、実はここでは類推として言ってるんですけども、実はこれ本当に装置の関係にあります。 で何の意味で相違の関係にあるのかとかって言い出すと、ちょっとこれはキりがないとは言わないんだけども、ちょっと難しい話になっていて、この授業でやるべきことの内容ではないので、あんまりちゃんと言いたくないんですけども、まあ、例えば。 あんまり言わない方がいいかな。なんか、これ、まあ、少し、でも、少し、あの、本当の授業の時に言ったので、ちょっと言っとくと、あのですね、今、これは、線形計画問題でやってるので、これ、類推に過ぎないんですけども、なんか、これよりも、もう少し、ちょっと一般的なですね、突入時計画とかって言われてるものとかですね、エネルギー最小化とかですね、なんかそういうものを考えたりすると、実は本当に、この、なんか、電流と電位っていうのが、あの、本当の真の意味で、なんか、装置の関係であるとなってことが言えたりします。 でそれは、まあ、この授業の主眼ではないから言わないんですけども、まあ、そういうものの類推からこういう今あの、ポテンシャルとかっていうものを考えてるんだっていうような気分で考えてください。でこの類推とかこの気分は一応大事にして、今から話を進めていきます。はい、でじゃあ、ポテンシャルって何なのかと。ポテンシャルといったら、今言ったみたいに、ただ単に頂点に何かその値を割り当ててるだけだと思ってください。でその、まあ、それから割り当ててるから、それ関数だと思ってるんですけども、その関数のことをこ P と。 とします。まあ、ポテンシャルだから P だと思ってください。ポテンシャルです。P だと思ってもらって、で、まあ、直感ですね。最小費用 B 流では、これも言いま最優費用 B 流では、大ポテンシャルの頂点から低ポテンシャルの頂点に流れていくんだっていう直感とか類推で話を進めていくということになります。ですね。で、じゃあ、えっと、 今、このような例を持っておきます。今、これは、左側、これは、えっと、あるネットワークの B 流なんですけど実はこれ最小比を B 流立っています。最小費用ビ B 流になってるはずです。で、えっと、この紫色の数値が、これ今、振り当て、割り当てられてるんですけども、これは、えっと、一応、なんだっけ、ポテンシャルを書いてることになってます。で、でこれは実はこのある、なんか特殊な性質を満たすポテンシャルなんですけども、それを後で説明しますということになります。で、 何なのかというと、どういうことえっと、ここに書いてるのは、これ本当になんか正しいかどうかなんか不安になってきたんですけど、多分正しいはずで、えっと、何なのかというと、えっと、これはですね、えっと、今、えっと、左で書いてる状況の、えっと、補助ネットワークです。ね、だから、その逆向きの子とかもあったり、マイナスの、えっと、えっと、負の比をもあったりするということですね。で、今からですね、この状況とこのポテンシャルを見て別の図をここに書きます。 微斯に書きます。で、どういう図かというと、こういう図なんですけど、これ何なのかということを言いますね。うん、なんか、今、これ、これ書いてるのは何だっていうと、今、上の、えー、っと、補助ネットワークにおいては、U と V という頂点の間にこう、UV があったときに、その上には、まあ、費用が書かれてます。この右側のそうです、これ、費用です。で、それは、補助ネットワークにおける費用なので、CFUV と書かれるものになってるわけです。ですかで、頂点には、ポテンシャル、PU と PV っていうのがなんか書いてある、ということになってます。 で、この pu と pv の差、この pu-pv、これが今先ほど言った意味で言う、その電位差になんか対応するものになってるわけですね。で、下の図では何を書いてるかっていうと、何を書いてるかっていうと、えっと cf、ちょっとまたなんか、これはいかんのかな。えっと cfuv- マイこの電位差っていうのを書いてるですね。例えば、今、ここの、 2って当たり見せるけど、これは、もともとの、えっと、フォトネットワークにおける、この費用2が、この CFAV ですね。2、対して3、3-3っていう電位差を引いたものです。だから2-3、プラス3でこれに、ここ2が書かれてると。とこんな感じですね。わかるかな <laughs> 今例が良くなかったので、なんか、正になるところを持っていた方がいいここ見ようかな。 V4 と V の間。だからこれは今どういう風うに計算されてるかっていうと、これは3マイナス2マイナス3です。この3はこれ。この元の、えっと、費用ですね。保存ネットワークで、2っていうのは V4 のポテンシャルで、3っていうのは V のポテンシャルですと。こういうことですね。で、これが計算すると4になると。いうことです。この感じで計算してると。 で、これは何なのかと。計算したものは計算はいいんだけど。これは、まあ、こういうふうに、ちょっとまず、あの、気持ちを持ってほしいと。今、CFUV。この子があるんですけども、この子 UV が。この子に沿って、流せば流すほど、この CFUV っていう費用がかかってくるわけです。だから、CFUV が大きければ大きいほど、この子を使って流したくないっていう気持ちがあります。一方で PU、PU-PV。これは電磁差です。で、 電気回路の類推を思い浮かべていただく、たくて、電磁差が大きければ大きいほど、そこはなんか流したい気持ちが強いわけです。で、その差を取ってます。ですね。で、その差を取ったものがここに書かれてると。で、今この図を見てほしいんですけど、えっと、図を見てほしいんですけども、ここで分からないかっていうと、すべての子において、そのバランスが全部ゼロ以上になってる。ですか 流したくない気持ちと流したい気持ちがあって、その差を取ってるんですけども、その差が全部ゼロいとか、つまり、流したくない気持ちと流したい気持ちを比べたら、流したくない気持ちの方が強いですよ。あるいは、流したくない気持ちの方が流したい気持ち以上ですよってことになってるわけです。ですか。だから、今こんなに流れてるんだけども、費用を小さくしようって気持ちを持ってるんだけども、その気持ちでどこも、もう流したくないですよって気持ちの方が強いわけです。いいですか で、実はこの時に、この左側、左上の B 流が最小費用 B 流ですよっていうのが最適性基準です。何を言ってるんでしょうというようになると思いますけども、それはちゃんと今から述べます。だから気分はこれです。この流したくない気持ちと流したい気持ちのバランスを見て、ど流したくない気持ちの方がどこを見ても強い。ようにポテンシャルを割り当てられる。ってことが最適。 費用、最小費用ビールであるための必要十分条件です。で、それを次のページで述べます。こんな感じなんです。で、それをですね、簡約費用条件と言います。一応そのフォード・ファルカーソンの本に書いてあるようです。ようですって名前よくなくて、ちょっと、私ちょっと確認してはしてないんですけども、そういうふうに言われています。で、ちゃんと今から言いますね。設定としては、その最小費用流問題の設定で、ビールは F というものが存在しているというふうに確定します。でこの F が今考えているネットワークにおける最小費用ビールである、 ための必要十分条件なんでしょうと言われたら、次を満たすポテンシャル P が存在することですというふうに言ってます。で、それ何なのかというと、先ほどの流したくない気持ちと流したい気持ちのバランスを見たら流したくない気持ちの方が強い。人間の、えっと、補助ネットワークにおける UV に対して CFUV-PU プラス p PV が0以上になっている。ということです。なかな両向きなんですね。そういうポテンシャルが存在するということが重要です。で、これは、 相互性定理を用いて今から証明しましょうということになります。相互性定理っていうのは、この最小費用 B 流を、あの、F が最小費用 B 流であるための必要十分条件を与えてくれてるんですけども、まあ、それを使ってこれを証明すると。つまり、相互性定理が言っているその条件が、ここに書いてあるそのポテンサルの存在性と同値なんだってことを言うということになります。じゃあそれ今からやっていきましょうということになります。で、実際に証明します。 で、えっと、左から右。なんか最小費用ビールだと仮定したときに、先ほどの条件を満たすようなポテンシャルありますよってことを言います。で、そうすると、最小費用ビールで存在と仮定すると、競争追定理から相追問題、先ほどの線形計画問題として書いたときの相追問題ですね。その最適解が存在するということがわかります。最適解が存在します。で、その最適解のことを Y と Z と書くことにします。で、このときに、ポテンシャル存在しますよって言ってるもの。これ そ、存在示したいポテンシャルを、この装対問題の最適解 Y とします。これが重要です。だから、これがですね、先ほどそのこの電位が装対問題の変数に対応しますよということの、まあ、直感をここでたら、あの、<laughs> 式で言ってるだけなんだけども、まあ、そういうことになります。はい。で、そうすると、この確認事項ですね、これが言えればよろしいと思いなります。何かっていうと、UV という補助ネットワークの任意の子に対して c f u v p u プラス p v が0以上。 ってことですねだからそううために UV っ,ってきますそうすると、今これは補助ネットワークの子なので、これは順向きの子であるか逆向きの子であるかのどちらかになっています。で、それのですね、二つの場合を分けて、そのどちらにおいてもこの不等式がないさすということを言ってきます。はい。じゃまず順向きの場合。順向きの時にはこんな感じでしたね。で、この順向きの場合は、 この、えっと、準備の能の容量が必ずゼロよりも大きくなっているわけです。UUV-FUV がゼロよりも大きい。まだ流せるわけですね。いいですかね。でそうすると、先ほどちょっと言った通り、の補の相互性条件のここの部分ですね。ここの部分の UA-FA の部分がゼロじゃないので、この、F、ZA がゼロじゃなくちゃいけない。ZUV がゼロじゃなくちゃいけないということが言えます。いいですか でそうすると、先ほど示したかった、これがゼロ以上であると示したかったですよっていう意思がここにあるんですけども、今考えているのは順振りの子なので、その補助ネットワークにおけるその子の費用は元のネットワークの費用と同じです。ですね。で、P は今 Y と置きました。ここですね。Y と置きました。そのまま置き換えます。で、そうすると、今、この Y っていうのは、装置問題の最適解。つまり、えっと、装置問題の境界でもあるので、この装置問題の えっと、制約を満たすわけです。で、この不等式を書き換えると、ここの不等式が出てきます。いいですかね。ですかね。まあ、この式の yu-yv を右に持ってきたと思えばよろしいということですね。はい。で、今、zuv は0だって言ってますから、この -zuv で0だということになって、欲しかった式が必ず0以上になるんだってことが言えましたということになります。いいですか で、これは UV が純向きの子の場合です。じゃあもう一個、純向きじゃない逆向きの場合はどうでしょうということを考えましょう。UV が逆向きの子の場合ですね。そうすると、これ逆向きの子なので、こうですね。逆向きの子なので、元々の子は、その、えっと、U と V を逆にその、VU が元々の、えっと、ネットワークの子になります。で、この FVU が正になっているということになるわけです。ただからこの下の図の、この U と V は全部その、入れ,入れ替えて考えてほしいわけですね。 今だから元のネットワークでは V から U に流れているというふうに思ってください。そうすると、相互性定義を使いたいんですけども、ここですね、この二つ目の条件の,の FUV のこの V というを入れ替えたもの、FVU がゼロじゃないので、この後ろの部分の U と V を入れ替えたものがゼロにならないということになります。で、それがこれです。ですね。CUV じゃなくてその V というを入れ替えてきますから CVU になっているとい感じですね。で、あとのところも全部入れ替わってます。いいですか で、そうすると、何が、何が言えるでしょう。今、ここに書いてある式がありまして、これがゼロ以上であることを言いたいんですけども、今考えている、えっと、こっていうのは UV っていうのは逆向きのこなので CFUV っていうその、補助ネットワークにおける費用っていうのは、元のネットワークでは、その V というを逆にしたものの費用にマイナスをつけたものになっていると。いいですね。って形で、補助ネットワークの費用は定められました。 で、pu と pv は ,yu と yv に、そのまま、この ,pu, e、えっと、p と y を等しくしたので ,ok やれるということになります。ですね。で、今、ここに書いてる式は、上の式から、上の式から、これを使うとえっと ,zvu に等しいということがわかります。いいですね。いいですね。で、zvu 何だったかっていうと、zvu のこの z は、相対問題の最適解であって、 つまり、協会でもあるから、この Z が0以上であるという制約から0以上あったことが言えて、つまり示したかったこの式ですね。この式が0以上であるということが言えたということになります。いいですかね。で、これで、まあ、左から右の証明が終わったということになります。ですね。で、あとやんなくてはいけないのは右から左です。つまり、その、ある条件を満たすポテンシャルが存在すれば、その時に考えている B 流 F というのが最小費用 B 流になりますよってことを言いたいというわけです。 で、それやっていきましょう。だから右の章ですね。だからまずその条件を満たすような P というポテンシャルがあると仮定します。仮定します。これは条件ですね。で、その時に何をするかっていうと、まず次のように Y と Z を定義します。これ定義というか、ちょっとこれは構成と言った方が良かったかもしれないんだけども。まあ、構成にしょう。構成、構成します。で、どう構成するかというと、えっと、この、ポテンシャル存在と言ってますから、そのポテンシャルを Y としましょう。 で、ZUV ですね。UV っていうのはその元のネットワークの個なんですけども、ZUV は0と、ここに書いてあるマイナス CUV、マイナス CUV プラス PU マイナス PV ですね。の最大値。どちらか大きい方だとしましょうと。これは先ほど言っていた、この式の符号を変えたものにまあ似てるんですけども、まあそういうものんとおきましょうと。で、まず重要なのは、この ようにに作った Y と Z はこの追問題の評価になります今この右下に相対問題の制約書いてるんですけども、これを作った Y と Z っていうのはこの二つの制約を共に満たします。で、まず簡単にわかる方は何なのかっていうと、簡単にわかる方じゃないんです。えっと、ZUV。この定義を見てみます。で、そうするとこの定義から、Z、ちょっと Z に見えないんで、ちょっと書き直しますと、ちょっと色も青がいいかな。 えっと、zuv は0以上であり、かつ、zuv は、この max の後ろの式、マイナス cuv プラス pu マイナス pv 以上。だってことわかります。zuv は、この0と、この式の最大値ですから、この式以上には必ずなわけです。ですかそうすると、この zuv が0以上っていうのは、この皮膚制約そのもの、そのものですね。だから、皮膚制約は必ず満たされます。一方で、 下の、下に書いたもの、何なのかっていうと、これは書き直すと、書き直すと、両辺にマイナスかけると、マイナス ZUV がこうなって CUV マイナス PU プラス PV になりまして、PU と PV を左に持っていくと、マイナス ZUV プラス PU マイナス PV が CUV かと。こういうふうになりますね。で、今 P と Y は同じですから、ここに最後に書いた式は、 このせ、一つの制約とこれ全く同じなわけです。ですか。ということで、このかつ、この二つ目の方の式から、この、はじめのこの不等式制約も満たされるということがわかります。ですか。ということで、ここで考えた、バイトセットは、そ置問題の境界に必ずなるということになります。こうすると何がよろしいのかと。今ですね、F というのがあっ F はもう B 流だってことは言ってます。つまり主問題の境界です。主問題の境界と、ここに作ったように、そうあまず主問題の境界はまずありましてと仮定していて、今作ったように相対問題の境界もあるわけです。だから、えっと、何が言いたいかっていうと、相互性定理によって、この F と YZ が最適解。F が主問題の最適解。YZ が相対問題の最適解であるためには、F が 主問題の境界で、YZ が相通問題の境界で、なおかつこの3つが相互性条件を満たせば、えっと、よろしいというのが相互性定理だったわけです。で、F の、F が主問題の境界であるってことはもう仮定されている。Y と Z が相通問題の境界であるってことは上で言いましたということなわけです。だから、あとは相互性条件という2つの条件を、この F と YZ が満たせば、F が 主問題の最適解つまり、最小費用ビールであることが言えるということになって、証明したかったことが言えるということになります。ですかだから、あと、確認すればいいのは、総合性条件を満たすということだけになります。いいですかじゃあ、総合性条件何だったかこれですね。これを確認したい。先ほど、この逆向きの、っ左から右の時の証明では、総合性条件を使って、証明するということだったのに、今度は、総合性条件を示したい、になります。いいですか だから、それをその向きが違うんで、それは注意をすると。ですかね。で、今からやってるのはこの消費条件を満たすってことを言いたいです。で、じゃあ、まずその初めの状況を満たすってことを言いましょうということになりますけども、まずその時、その前に一つも前提が、前提は何なのかっていうと、F は主問題の評解 であって、y と z は、えっと、相対問題の境界です。で、なんだこれ、これはもうなんか示したわけです。だから、この性質はもう使っていいわけですね。で、そうすると、ポイントは何なのかっていうと、今この相互性条件書いてるところの、この4つの部分ですね、この fu-fa とか za とか fuv とかこの長い部分、これは全部0以上なんです。 それがゼロ以上であるように、この等合的な条件を作ってるわけですね。で、まずそれを抑えるとで。これ全部これゼロ以上です。この4つの部分がそうすると、今、上の、はじめの,この条件ですね。これを今、確認したいんですけども、成り立つことを言いたいんですけども、そのためには UA、UA-FA がゼロよりも大きかったら、つまりゼロじゃなかったら、ZA が必ずゼロになるんだっ,たってことを言えばよろしいということになります。で、下の方も FUV が正である。 時に、後ろ側が0になるってことを言えば十分だということになります。いいですかで、それをやっていきましょうと。つまり、まずは UA、ua-fa が0よりも大きい場合を考えます。今、この a を uv とします。a という項を uv とします。で、uuv-fuv が0よりも大きい場合を考えます。で、そうすると、この時には、準備品の項が u から v に向かってあるわけです。ですね。その u から v にまだ流せるという状況ですこれは。そうすると何がわかるか。 今ですね、ここにマイナス CUV プラス PU マイナス PV ってなります。これ、ここの式と全く同じですね。これがどうなのか見てみましょう。で、そうすると今は UV っていうのは純物の子なので CUV っていうのは、その、えっと、その UV という補助ネットワークにある子の費用と同じです。ですね。で、全体のマイナスをつけると PU の符号はマイナスになって PV の、えっと、前の部分はプラスになると。 でそうすると、今、この中に書かれている、この部分ですね。この部分は、この仮定のこの式と同じですから、この中身は0以上になります。で、その前に、マイナスついてますから、全体としては0以下になるということになります。で,ですかで、つまり、そうすると、今、この ZUV っていうのが、この MAX で定義されてるんですけども、0と後ろの部分を比べると、後ろの部分は必ず0以下なので、この MAX は必ず0になります。 ですね。z u ゼ0になります。z u ゼ0になります。ということで、これで、その相互性条件の一つ目の方が成り立つということが分かりました。ということになります。いいですかじゃあ、二つ目の方も同じようにやりましょうと。と fuv が0よりも、ロよりも大きいと仮定して、この cuv プラス z u ス y u プラス yv が0になるということを言いましょう。で、これ証明終わりになります。で、それができれば。 じゃあ、えっと、fuv が正だと仮定しましょうと。で、そうすると、uv の逆向き、vu ですね。これが、えっと、逆、えっと、補助ネットワークにおける逆向きの子になります。ですかね。じゃあ、その時に何が起こるかと考えましょうと。今、この上の仮定ですね。それ、ここにそのまま書いてます。そのまま書いてます。 で、そうすると、ここに、えっと、補助ネットワークにおける、あ、ごめんなさい。そのままと言って言っときから、えっと、V という入れ,入れ替えてます。V というを入れ替えたものを書いてます。なんでかっていうと、VU が補助ネットワークの子だから。ね。書いてます。で、えっと、VU の補助ネットワークにおける費用っていうのは、元の向き、UV の元のネットワークにおける費用にマイナスかけたものです。です、ね、だから、マイナス CUV ですね。で、それを今、イコールで書きました。 つまりこのマイナス CUV マイナス PV プラス PU は0以上です。これですね。この部分は必ず0以上なわけです。ですかってことは0と何か0以上のものを MAX を取ると ZUV になるって言ってるんだから ZUV はこの後ろの部分に等しいわけです。いいですか ?0 と0以上のもの,の MA を MAX 取ったら0以上のものの方が大きいでしょうと。ですね。 だ zuv はこれになりまして、で、今、この p は y と等しいですから、ここですね。こうしました。つまり、zuv と、マイナス cu プラス yu マイナス yv は等しいということになります。で、これは、えっと、この、今、右に書いてあるものを左辺に持ってきて、イコールゼロとして書くと、これが得られると。cuv プラス zuv マイナス yv プラス、ちち yu プラス yv がゼロになるということになります。 で、この式、この部分と全く同じですね、ということになって、確かに相互性条件の二つ目の方も言えました、ということになって、一つ目、二つ目両方とも言えたので、おしまいです、ということになりまして、証明できました、ということになります。いいですか。大変ですね。で、これが、まあ、簡略費用最適性条件である。ですね。できました、ということですね。 で、まあ、これ、簡約費用最適性条件って言ってるんですけど、これ、ま、なんでかっていうと、ここに書かれてるものですね。これをですね、この、えっと、UV という補助ネットワークのこの簡約費用と呼ぶことがあるからです。で、これはですね、まあ、後々ちょっと使うことがあるんですけども、えっと、それはま、使うときにまた言いますということになります。で、今、この授業では、この CFUV-PU と SPUV のことを簡約費用って言ったんですけども、この P の前の符号を、 変えたものをですね。こちら側を簡約費用といって、ここに持ってくる場合があります。あります。で、それは式の見た目は違うんだけども、実は本質は変わらないです。本質は変わらないってどういう意味かっていうと、今、この証明では、P を Y と置きましょうとか、Y を P と置きましょうとかっていうようなことを、証明の中では行っていたわけです。だけども、 えっと、その代わりに、だから p を -y と置きましょうとか、y を -p と置きましょうとかってことをやると、この式ができます。この式ができます。でもこれでも本質は変わらないですね。なんでかっていうと、ポテンシャルっていうのは別に皮膚性とかないからですね。で、y っていうあの変数、相違問題があったんですよこれも皮膚性数ではなかったわけです。皮膚条件、皮膚制約持たない変数です、y っていうのは。ということなので、 何なのかというと、この Y の符号とか、ポテンシャルの符号を変えても、特に問題ないんですよね。だから、そのすべての符号をですね、一律に変えるんだったら、話の流れは全く同じようにできます。ただ、電位とかって、電圧とか電気とか、電気回路に対する、えっと、類推がちょっとできなくなるので、嫌だなっていうふうに思うわけですね。ということで、まあ、この形で、この授業は、 やってるということになります。ただ、その、ものの本とか、ね、教科書によっては、この下の方の方、下の方のことを、簡約費用と呼んだり、その、簡約費用最適性条件のところでも、その、マイナスとプラスで書いた形で書くことがあるので、それはちょっと見る本のにおい,おい本とか論文において、どちらで書いてるのかってことは、注意しながら、参照するようにしてください。はい。で、 今日の授業はだいたいおし,でおおしまいで,で、最後ちょっと,、えー、と予告もあったりして、まとめもするんですけども、今日はですね、この最適性条件として、まずその簡略費用最適性条件っていうのをお伝えしました。ただし、この簡略費用最適性条件を使ってアルゴリズムを考えるっていうのは、そんなに直ちに導かれないんですね。なんか、 最大流問題の時には、その増加度を使った最適性条件を見ると、そこから直ちに増加道法っていうアルゴリズムが浮かび上がってきて、怖いですねってお話をしたんですけども、この簡約費用最適性条件を見ても、アルゴリズムがですね、浮かんでこないんですよね。<laughs> こういうポテンシャルが存在しますとだけ言っていて、このポテンシャル存在するって、これアルゴリズム的に何なんだっていうことにこうなるわけです。で、それちょっと、だから、この簡約費用最適性条件を使ってアルゴリズムを作るっていうのは、ちょっと工夫がいります。 で、その工夫は次、次回 <laughs> 次、次回になります。にご紹介したいと思ってる。で、その前に、もう少し、その、簡単なというか、アルゴリズムが、えっと、浮かび上がってきやすい最適性条件を紹介します。で、それが次回の話になって、それはですね、不平路最適性条件っていうんですけども、これはですね、見ると、確かにここからすぐにアルゴリズム浮かんでくるなっていう,う形をしています。でそれはまあ、次回ご期待いただくということになるんですが、 この不平路最適性条件を導くために今回やった簡約費用最適性条件を使いますっていう立場になります。で、その不平路最適性条件は見,見るからにアルゴリズムを導き出すので、それは次回そのまんまアルゴリズムをお伝えします。で、次次回なんですけども、ここでは性カット最適性条件っていう、またちょっと別の最適性条件をご紹介します。で、これがですね、味わい深い。どういう風に味わい深いかっていうと、これを紹介している本とか論文があんまりない。 ですね。でぜ、ぜひですね、これを紹介したいと思ったことがあるんですけども、なんでかっていうと、ここにおいてですね、その、線形計画法の相対性とかですね、相互性っていうのを使うっていう立場がより明確になるからです。より明確になるというのはどういう意味かっていうと、その、最小費用流問題の話をしている本とかは割とあるんですけども、生活と最適性条件、 のこと、話をあんまりしてないのは、えっと、これを話をしようとすると、どうしてもその、相対性の話をしないといけなくなっちゃうんですよね。まあ、うまく避けて話すこともできるかもしれませんけども、大体装対性の話をするのが普通だと思います。で、そうすると、その、なんだか、最適化のことをですね、より深くその、教科書とかで説明する必要が出てくるんですよ。その、線形計画とは何だとか、装対性とは何だとか、相互性定理って何だとかという話になってきて、それはですね、ちょっと大変なんですよ。 でも、この授業は、その、ネットワークフローという問題を、線形計画法の立場から理解したいとかっていうようなことを、まあ、目的としてやってるので、その流れには、この生活と最適性条件の話はそうでしょうということで、これをぜひ紹介したいということになる。けども、まあ、少しマニアックな内容でもあるというのは確かです。で、まあ、これは次回、アルゴリズムを含めてご紹介したいと思っています。いずれにせよ、次回はこれですね。 不平路最適性条件っていうのを紹介して、そこから自然と浮かび上がってくるアルゴリズム、不平路消去法っていうのをご紹介して解きたいということになります。で、まあ、そこでは、あのまあ、計算量の話はちょっとややこしいので、あんまりしないことになるんですけども、まずはその不平路最適性条件というものと、それを通してアルゴリズムが自然に浮かび上がってくる様っていうのを見るということになります。はい。では今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。